どうもゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はなぜボールが遠くへ飛ばないのか、スイングのどこを意識すればボールが遠くへ飛ぶようになるのか、これを皆さんに解説していきたいと思います。振り下ろすときに早くほどけてますよと言われたことある方多いんじゃないでしょうか。こういう方は今回の動画を見ていただいて、どうすればそれが改善できるのか、より良くできるのかやってみたいと思います。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に感謝してます。ありがとうございます。そして動画を見てくれてる皆さん、今回はボールがなぜ飛ばないのか、飛ぶようにするにはどうすればいいのか、もうこのドストレートの内容で伝えていきたいと思います。では早速いきたいと思います。このボールを遠くへ飛ばしたい、そのためにはテコの働きが極めて重要ですと言っておきます。それはどういうことかと言いますと、右の肘が折りたたまれています。左の腕とクラブシャフトに角度があります。これをヒンジ、折りたたむ、こっちをコックと言ったりします。この2つがボールを捉える直前に一気にバーンと伸ばされることによってボールがめっちゃ飛ぶんですね。じゃあこの一気に伸ばされる、これはリリースと呼ばれたり、まあ、ほどけると呼ばれたり、そのほどけるタイミングが早すぎるとうまく飛ばないんですね。ですから、これがぐーっとここまで保たれてきて、一気にここからバーンと解放されるような動きになってほしいということなんです。ここを意識することによって、ボールは飛んでいくということですね。ですから構えて一瞬のうちにバーンと飛んでいくんですが、こういう動きをしています。これがこんな感じで早めにほどけてしまうと、ボールを捉えるところではスピードが減速してしまいますので、ボールが飛んでいかないということになります。ではこれどうすればこの形を作ることができるのか、それには一つからくりがあります。それはどういうからくりかと言いますと、このクラブヘッド円を描いています。まあ、およそ円を描くんですが、よく何かこう動きというのは少しですね、もうこうぶつかってしまうような、まあ、直線的にガン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 となるようなものではなくて、こう滑らかに動いた方が勢いがちゃんとつきますよ。まあ、例えばスケートの選手なんかでもちょっとですね、グッとどっかでブレーキがかかっちゃうと、もう減速してしまってスピード乗れない。それよりも滑らかにスーシャーシャーとこうね、勢いよくこうスピードについていくとタイムが出るわけですね。まあ、こんな風に何かですね、ガツンガツンとぶつかるようなイメージではなくて、丸く丸くいった方が滑らかに勢いがついてきますよ。こういうイメージがあると思います。ですがこのゴルフのスイングにおいては、実はこのクラブヘッドが丸く降りてくるんですが、その丸く降りてくるのを丸く動かしてしまうと違いますよということになります。すなわちこれを上げたらこんな風に丸を描いてはいけないんです。こういう動作だと全く飛ばないんですね。それよりも直線的にズバッと V の字を描くように、ですから U の字を描くようなイメージではなく、 V の字を描くようにズバッとボールのところにクラブヘッドを落としていくような、こういうイメージで振ってほしいんです。実際にこのクラブを直線的にこんな風に動かすことはできません。全くそんな動きにはならないんです。どうやってもボールをある程度普通にというか打っていこうと思ったら、直線的な動きには絶対になりえません。必ず円を描いてるんです。それはこの支点があって、シャフトの長さがあって、それが振り子のように動いているので、必ず円を描くんですね。ですから頭の中は円を描いているなんてことはあんまりイメージしなくても、少し直線的にズバッと落とすような感じで大丈夫です。ですからもう上からグーンとぶつけるぐらいのイメージで振ってあげると、この肘が曲がった折りたたまれた状態、そしてここの角度コックが保たれた状態で一気にズバッと降りてくるようになっていきます。ですからこのボールにクラブヘッドを直線的にぶつけていくようなイメージで振っていきましょうということです。じゃあこの直線的に動かすとどういうふうにほどけていくのかということですが、この形、肘、このホッキング、この形をそのまま下に向かって落としていきましょう。
ただここで注意点があります。それはこのままこんな風になってはいけませんので、必ずどこかでほどけます。ですからこのクラブヘッドは必ずボールのところに落ちていくよ、こういうイメージを必ず持ってほしいんですね。ですから、このままこんな動きになっては到底、まともに打てるとは言えませんし、まあ、そんな風になる方はほとんどいないと思いますが、ここでこんな風に止まってもいけませんので、必ずクラブヘッドは下に落ちるんだよ、それを少し直線的にイメージしましょうと言ってるだけなんですね。丸くいくんじゃなくてまっすぐ落とす、この感覚を持っていけばこの肘が折りたたまれてコッキングがキープされた状態で降りてきますので、ボールが遠くへ飛ぶということになります。この原理をしっかりと理解していただいて、クラブヘッドが実際に描いているその動きと自分がイメージするべき動きが必ずしも一緒ではないということになりますので、ここの違いをしっかりと理解した上でスイングをしていただけるとボールが遠くへ飛ぶようになりますので、ぜひチャレンジしてやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。